いや、それさ、うん、そんで何、何えー、コンセプトは分かったんだけど、うん、何一日でやれんのはい。使い方はっしいよな。なすごいよ、<laughs> 俺は、なんか、一日でそれをやれないわ、トレーナーとしては、<laughs> 全然あの。なんていうのかなあの、厳密に言うと、えっと、一日で、こう、まず使い方は全部分かります。 ああそのダイスかりすああの使い方ど,どうやったら安全か、どんなところに気をつけたらいいか、あとはあのすごく簡単な練習からちょっと難しい練習までいいいいねいいねで,できます。で、ただあの、バランスボールと一緒で、バランなんか、ってたって意味ないじゃないですか。うん 具体的にそれをいっぱいダイスを使いながら練習してほしいんですよね、仲間とか家族とか。ああそかじゃあ、バランスボール乗りながらもバランス取れますとか、うん、こうしあ確かにちょっと今、インナーマッスル使ってるとか、うん、で、あこんなふうにバランスボールに乗ったらもっとこうやって鍛えられるんだとか、うんうん、で、あこんなことやりながらもでも立ってられるとかっていう、いろいろ各種体験はありますと。で、うん、あとはそれを一緒に学んでいったり、ちょっとつまずいたりしたら相談し合えるコミュニティは作ってるので、もちろん僕もいるし、あのー、そこでこう、 ななんていうのかなお互いに応援し合いながらあのやっていくっていう、そこでこう力をつけていく感じで、最終的には、だからこの、ダイスを使い続けてほしいんじゃなくてというか、ダイスも時々ちゃんと思い出すためにこう身についてからも使ってほしいですけど、こう自分の中でちゃんと現場に行く自信がついてきたら、ダイス手放してやってみてほしいんですよね。だし、あの別に、ダイスはソリューションフォーカスに基づいてはいますけど、他にもいろんな素晴らしいスキルや理論があるじゃないですか。ただ、そのインナーマッスル。 さえ鍛えてればあのどんな理論やツールを使ったってやれるじゃないですかそうだねでだからダイスに縛りたいんでもないしダイスにずっと依存してほしいんでもないし最終的には手放して自分の好きな方向にどんどん飛び立っていってほしいって思ってますね なんかさクライアントと今ここにいてさクライアントが何言ってもそれにくっついていけるし、うん、でなんか出てきた直感に基づいてとかさ、うん、まあ自分が使ってるモデルに基づいてさ、うん、でどんな質問でも平然とできるしさ、うん、でまたそれ使って展開させていく、うんで時間がどれぐらいの尺であろうがさ、うん、残りがどれだけだろうが、うん、なんか終わりまでにさ何とかやりきったみたいなさ、うん、体験があるのってさ、まあ、なんか1個の。 料理を極めたみたみいな話でさ、うん、でそうするとさ、まあ、全然やったこ作ったことない料理のさ、うん、レシピ集とか見てもさ、うん、それなりに上手に作れるようになっちゃうじゃん。 し冷蔵庫のありものでアレンジしながらとかさ、なでもやれるようになっちゃって、確かにそうなんだよね、コーチングもさ、だからうちでコーチングやってて、すごい上手になったコーチって、よその心理療法とかやりに行っても、上手ですねって言われちゃうし、あっという間に使いこなせる力が高ままってすからね。うにセラピーとかかでもなすごい見てて 苦しそうな人たちって、一つの手法やモデルを使ってみて、うまくいかなかった、本当はもっとそこで自分のインナーマッスル鍛えればいいのに、そうじゃなくて、これは足りなかったって、どんどん武器を手に入れようとしちゃうみたいな、そう,ね、でそうすると、結局、本人の体力がないから、使い切れないんですよね。そうだねで、それはすごい苦しい道のりなんで、だから最初は結構シンプルスタートでインナーマッスルを鍛えていくっていうのがおすすめだなって思ってます。あそうだねいやだねねからら素晴らしいよ、ね、あ,あの 簡単な道具を使って、でもそれなりにをかけて、うん、で、うんねいや、サイコロだからね、振っていけば毎回違うパターンになるしね、うんうん、ねだからそういうものなんかこう、安全、まあ安全では心理的には安全ではあるけど、うん、常に何らが <laughs> ずっとこう負荷がかかり続けるし、読めないし、先を読めないし。 だから、それをやったらさ、やりきったらさ、グローモデルのコーチングやるのもすごい上手になるよ、ね。全然上手になると思います、あの絶対その、ね、それぞれ G とかなんだ、えっと、R とか、それぞれのパートを深掘りしていくのもすごく上手になるだろうし、万が一、グローモデルがこう,うまくいかないなっていう時も、パッと対応できるようになるし、戻してもよし、戻さなくてもよしね。そそうそう、はい <laughs> 素晴らしいね。うん、そっか。いや、でも、そういうののなんか、最初のこの感覚をつかむとか、うん、いや、こうやって練習していけば、あ、本当に大丈夫になりそうみたいなのは、一日で体験できるんだ。うん。うん、素晴らしいね。いや、なんか、手前味噌なんですけど、でも、そのためにはコーチングの本質的なところとかっていうものを、こう、まあ、知っといてもらう必要があるじゃないですか。だからなんか、一日のセミナーなんですけど、これ、すげえ秀逸なコーチング入門セミナーにもなっちゃったなと思ってて。 うん、ちょっと自分で震えてます。<laughs> いやいや、素晴らしいよね、あのコーチングってさ、うんいや、コーチングのトレーニングってなかなか難しくって、ってうん、コーチングってさ、教えないで考えてもらうっていうプロセスだからさ、コーチになっていくとか、コーチングを学んでいくプロセスも。うん なるべくさ、教えないで考えてもらうのが大切という考え方があやってみて考えてですね。より本質的には、今、西田君が言ってくれたように、やりながらで、やっぱり考えてだし、その中から、ああ、なんかどうにかなるんだって言ったでただその時にね、何やってもどうにかなるじゃなくて、何らかのこの緩くていいんだけど、ちゃんとしたフレームワークの中で。 そうじゃないとコーチングにならない、なんかオリジナルの何だかわけのわからん、うんうん、<laughs> どこまで役に立つんだかわからないなっ、うん、やっぱりやっぱりソリューションフォーカスもそうだし、コーチングもそうだし、すごい考え方シンプルで、やることも実はシンプルだとも言えるけど、それってね、それこそあの何十年もかけて作られてきた、もっとね、さらに昔からたどればさ、うんうん、そ何百年、何千年って背景がある、考え方やり方のエッセンスだからさ、うん、やっぱり。うん それをねあの、うまく活用しながら、でも現場で応用できるようになる、うん、なかなか難しいことで、うん。うん、でも、あーのー、ね、ソリューションの考え方を使いながら、で、練習して手応え感じて、ああ、どっか確かに、ね、まあ、6面だから、ささい頃だから、うん、ールのぐらいのコンセプトで、しかもね、どんなやり方したって何とでもなるんだっていう体験ができたら、うん、まあ、それこそがコーチングだからね。うん。うんうん い,やいいね。いや、ほんとそうだよ。いや、たまにさ、スクールで問いかけるわけ。グローだとさ、4つじゃん、コンセプトが。で、3つにするとしたら何を残すとかさ、2つにするとか、どうするっていうのもあるし、うん、これ5つにするんだったらどうするよ。6つにするんだったらどうするよ。うん、こうやりながら、何がコーチングの本質だろうとかさ、うん、こう考えていくわけだしさ。で、なんでこれ、グローで言ったら G が一番最初なんだと思う、うん いうことについて考えたりさ、でもこれ、じゃあ、R を先にした方がいいパターンって何だろうとかさ、それの問題点って何だろうとかさ、うんうん、だとしたらどうやってカバーできるんだろうってうやっぱり考えてもらうんだけど、うんうん、で、それを本当に体験しながら、ね、うん、学んでいくっていうことなんだよね。で、やれる感がこう出てくるというね、素晴らしいね、いや、それは素晴らしいコーチングトレーニングです,よね,ですね、本当、あの、実験がいっぱいできますもんね。 毎回、僕も振るたびに戸惑うし、どうしようみたいになるし、やっぱり、あ,のー、あとは、え、これ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 うまくいくんだみたいな時もあれば、あとは今、コミュニティで練習会とかもしてるんですけど、やっぱり僕とは全然違う質問をする人がいて、あれ これ行くのって思ったら意外とそっちがヒットで、キャー悔しいみたいなこともあったりするし、まあ悔しいっていうかなんか、なるほど、これですげえうまくいくときもあるんだ、みたいなこともあったりとかして、とにかくその、なんていうのかな、自分のその、世界が広がる感じがしますね。でもさ、それ聞いたらやっぱりさ、うん、一緒に練習するのに使うは素晴らしいね。 これコーチが1人でさ、このツール持ってさ、なんとなくやってるんじゃなくてさ、仲間と一緒に練習したり、同じケースでさ、同じね、指示が出たときにさ、どうするかっていうのをキャッチをやれるっていうのが、だってそれが、スタ一フレベルだって気づきがあるわけでしょ、すごいよね、それはね。 それも意外とあの、本当にマジでコーチング勉強し始めたばっかですみたいな人が投げた質問がすごいヒットしたりもするんですよね。いや、だからそれって結局さ、はい、その、フレームがあるからじゃん。そうそうそう。うん、そうじゃなくて、自由にここで質問してって言ったら、絶対変なことになっちゃう、ね。まあそうですね、なる、もちろん。ね、うん。だからさ、その、コーチングダイスの指示がさ、うん。間違ってないからさ、うん、<laughs> だからその中ですごいクリエイティビティが発揮されちゃうことがあるうそうですね。うん。 でもそれはさすごいいいねやっぱり自分でちゃんとコーチングができるっていう実感があるしさ相手に合わせてコーチング、うん、相手と一緒にコーチング作っているのもあるもんね。いやそれはちょっと褒めすぎかもしれんけど夢のツールだねやっぱりそうですね本当になんていうのかなそのやっぱりずっとそのコーチングを教える中でやっぱり現場と教室の間がない っていうことに対して、多分本当にコーチング学ぶ人たちがいっぱい苦しんできただろうし、そしてコーチングを教える人たちもずっと頭を悩ませてきただろうなと思ってて、でそこに対してこう箸をかけたいなっていうのがありますね。素晴らしい、うん